皆さん、こんにちは。インスパイアの小田です。今日もユーストリームを使いまして、ネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、Facebook ページのいいね数ランキングを発表していきたいと思います。今日はですね、3連休の最終日ということで、まあ、平日ではあるんですけど、祝日である、敬老の日ですね。あるということで、今日はですね、そのまとめ的な内容にしていきたいと思います。ではまずこちらの方からご覧ください。どうぞ。はい、まずはですね、弊社の、Facebook ページなんですけど、まだいいねしないよって方はね、この機会にぜひですね、いいねしていただければと思います。では8月に投稿しましたものでいいねが多かったものから順番に見ていきたいと思いますが、まずは第1位からですね、振り返っていきたいと思います。こちらになります。はい、第1位ですねは、中学生でもできる成功するプレゼンの作り方ポイント10というものが入ってきましたが、これはですね、自分の子供が、プレゼンの今勉強をしていてですね、その時に、まあ、こういうことを気をつけて作ったらいいよということで、アドバイスをしたものなんですけど、まあ、その中の抜粋ということで、ここに入れさせていただきました。まあ、これ以外にもですね、また先日ですね、アドバイスをしていきましたが、びっくりしたのはですね、5年前の同じ日にプレゼンについてブログ記事を書いているというのはちょっとびっくりしたの、まあ、本当偶然なんですけど、びっくりいたしました。5年前の記事と今回の記事合わせてね、読んでいただけると、非常にね、理解を深まると思いますので、ぜひですね、やってみていただければと思います。はい、ではですね、第2位いきますが、こちらになります。17いいねということで、Google 画像検索の結果に関連ワード表示と Google レンズに対応ということで入ってきましたが、まあ、Google がですね、そのいわゆる SNS が普及してきたことによって、SNS 内での検索っていうものが増えてきて、これにやっぱ危惧していて、その対策を Google 側でできないかなっていうことをいろいろ考えてるんですよね。まあ、その一つがまあこれであると思います。まあ、このような、ね、視点って非常に重要で、そのやっぱり企業としてですね、その世の中の変化に対して対応しなければいけないから、どういうふうに対応してくるかっていうことに、実はですね、ヒントがすごくあるんですね。で、そのこういうふうなことをやってくるっていうことは脅威に感じているわけだし、そして今までのその SNS の検索よりもどういうふうに優れた部分、どういうふうに Google にとって強みを生かしてその改善していくかっていうことなんかがよくわかるんですよね。ぜひね、この記事は大事な記事なので読んでいただければと思います。はい、続いていきましょう。こちらになります。早く使わなきゃって書いてますが、セブンペイ9月末で終了へということで、いやもうね、本当にこのニュースはびっくりいたしましたが、そうですね、僕もですね、このセブンペイをですね、入れて使おうかなと思った矢先に、そもそもなんか最初ですね、ちょっと戸惑ってですね、うまくいかなくて、で、落ち着いたらやろうかなと思っていたら、数日後でしたっけ、このニュースが出てきまして、びっくりいたしましたが、まあ本当にですね、結局僕は一回も使わないで終わることになりますけど、終了になりますね。はい、続いていきましょう。こちらです。はい、インスタグラムより実店舗を探したり、LINE ステップは集客に期待ということで、LINE ステップというサービスが出ましてですね、ちょっと使ってみているんですが、まだまだ全然使いこなしていないんだけど、感じとしては、ちょっといまいちですね、ダメですね。まあ、もうちょっとですね、こう、なんていうのかな、こう、なんて言うんでしょうね、そのブレイクというかですね、が必要なので、もうちょっと何か改善していく点はあるのかなという気がしているんだけど、まあ、なんといっても LINE というね、その8100万人が使っているというプラットフォームを持っているので、そことの連携がもうちょっとあればいいんですけど、だからそこら辺はですね、ちょっと失敗している感があります。僕は思い切ってね、LINE のタイムラインなんかはなくしちゃって、タイムラインの機能をこの LINE ステップに切り替えるぐらいのことしないとですね、難しい。例えば、Facebook がやったような Facebook の中にメッセージあるんだけど、でいずれ Facebook メッセンジャーっていうのを独立アプリにしてですね、外に出したようなぐらいですね、
ことやっていくのが僕はいいと思うんですけどね。もうプラットフォーム持ってる人はそれができるので、他の人はそれできないから、もうちょっとね、LINE アプリとの連携っていうのを考えた方がいいのかなって気がしていますけどね。まあ、と言いながらも、じゃあ中に作ったらいいのかっていうことで、中に作ったオープンチャットっていうのも、これはこれでまた今ね、揉めていますから、LINE はちょっとね、今、こう、新しいサービスに向けて少しですね、こう、うまくいってない感じがありますけどね。まあ、ただ、ここの動画の中で話してますように、先行者利益がありますので、まあどうなるか分かりませんから、ちょっとやっといた方がいいかなと思います。これ最初の仕掛けさえしちゃえば、あとはしばらく放置でもいいと思いますので、最初の仕掛けだけね、しておくといいかなと思っています。はい、では次いきますが、こちらですね。はい、Facebook の、いいね数は12になりますが、8月のブログいいね数ランキングが入ってきましたね。まあ、ここが多分いいねが多かったのは、多分このサムネイルにあります、ブログを1日も欠かさず続け、丸11年の4017記事へっていうのが、多分ポイントだったんじゃないかなと思いますので、まあね、ここのインパクト大きいんじゃないかなと思いますね。はい、続いてこちらです。SNS にて商品を売るのか、個人を売るのか、企業を売るのかということで、まあ、これも、キャッチ次第だと思います。まあ、このキャッチがうまくいったかなって気はしているんですけど、まあ、SNS で反則するの限界はどうすればいいのかっていうですね、まあ、質問文にするっていうことは結構ポイントなんですけど、答えを知りたくなるから読みたくなるということで、これまあまあね、いいんじゃないかなと思いますね。はい、続いていきましょう。こちらです。はい、インバウンド対策でスマホや IT 機器より出川英語が必要なわけということで、これは、非常に重要です。非常に重要で、で、この視点を気づけた方が多分成功するんだろうなと思って、観光ね、経営の仕事においては成功するんだろうなと思っていて、なぜね、IT ツールや、ではダメかっていうことね。で、これは IT ツールを教えている僕があえて言ってるというのがポイントなんですけど、ぜひですね、動画の方を見ていただきたいなと思っています。はい、どんどん行きましょう。続いてはこちらです。マイクロソフトの Windows 搭載タブレット兼ノート PC Surface Go ということで、まあ、Surface Go っていうですね、マイクロソフトが出したもの。これね、今までのマイクロソフトの中ではかなりヒット商品じゃないかなと思ってるんですね。で、まあ、Surface Go と普通の Surface もありますけど、これね、これのシェアね、結構いい感じで伸びてるんじゃないかなと思っていて、で、非常にね、まあ、なんていうか、アップルらしくもなってるんだけど、マイクロソフトとか、いわゆる Windows にありがちな、イメージから若干こうね、スタイリッシュな感じになっていて、デザイン的にも、機能的にも優れてきてるんじゃないかなと思っていて、まあ、この辺はね、ちょっと使ってみる価値あるかなと思っていますね。はい、では続いていきましょう。こちらになります。はい、11位ねということで、ハーツアンレビュー動画ということで、まあ、これですね、毎月やっている企画ではありますが、もうすぐ6000本が見えてきましたと。これ、7月も、8月も書いて9月も書きましたけど、もうちょっとですね、見えてきた感じになっています。そして、はい、こちらです。お宝やばい売れる、稼げる、儲かる検索キーワードということで、こちらも11位ねになりますが、まあね、本当にこれね、もうね、何年だ、10年ぐらい続けてるね、3864ですから、10年ちょっと続けてるわけなんですけど、これのね、価値をね、もうちょっと僕も分かりやすく伝えなきゃいけないなと思ってるんだけど、これね、気づいた人、僕の会員さんで、このデイリー会員ですけど、やってらっしゃる方は、かなりね、いろんなメリットが得られてると思うんだけど、まあね、あんまり多くの人が知らない方がいい内容ではあるんですけどね。これ、ノウハウって知ったもん勝ちだから知らないと損するだけなんで、別に知ったからといって、それをね、利用しなくても、逆にそうじゃないとね、否定で持ってもいいんだけど、でも情報って持たないとですね、否定もできないので、そういう意味で、このデータは結構大事なんですが、デイリー会の皆さんね、いつもありがとうございます。はい、では、続いていきましょう。こちらです。2019年8月が変わること、値上げ件数なぜ多いということで、まあ、値上げのニュースっていうのは毎月今あるんですけど、
いよいよ来月の消費税 10% に向けてですね、10月ね、いよいよ来ますが、皆さん準備できていますかね。これは結構重要かなと思っています。はい、では続いていきましょう。こちらになりますが、はい、あなたにとってプロフェッショナルとはということで、これはあるね、あの受講生の方から質問いただいて作ったものなんですけど、まあね、あの本当にこういうですね、質問は大歓迎なので、ぜひ皆さんも送ってほしいなと思うんですけど、あのどう答えるかっていうことについて、質問をもらうとですね、そこから答えを考えるっていう作業をするので、これがね、実はね、あの非常にね、重要っていうか、どんなビジネスにおいても重要でして、まあ、あのよくある質問ですよね。あの FAQ の Q を投げてもらわないと A を出せないので、実は、こんなこともできます、あんなこともできます、そんなこともできますと思っていても、でも、その A を投げてくれないと、こんなことって言えないので、だからこれは非常にね、重要な質問だったので、これなかなかね、いいと思います。で、ちょっとまたね、バージョンアップして、これについて詳しくね、今まとめ中ですので、ぜひですね、興味ある方はですね、聞いていただければと思っています。はい、では続いて、キャッシュレス消費者還元事業の登録数。まあ、これ今ね、ちょっとずつ増えています。24万から、今50万ぐらいまで増えているのかな。で、またね、増える可能性ありますけど、まあ、ちょっとこの動きはね、見といた方がいいと思いますね。はい、そしてですね、ジュラシックワールドアライブですが、全恐竜コンプリートした感想ということで、まあ実はちょうど初めてね、1年経つんですけど、1年の間にアップデートがあって、どんどん恐竜が追加されていく中で、いつもですね、あと2個とか3個になるときに追加されてですね、コンプリートできなかったんだけど、今回はコンプリートできて、コンプリートできて数日経つとですね、また追加になって、また今もできてないんだけど、だからもうこのね、瞬間にやっておいてよかったなと思いますね。これちょっと待っていたら、ね、あと数日待っていたらもうできなかったりするので、まあそのぐらいね、いいタイミングだったと思いますけど、まあ一つのゲームを1年続けてみて分かったことっていうのは、ゲームにおけるですね、その戦略とかですね、戦術とか、そして、ゲームをやってる側の人間がどういうような心理でやっていってるかってことが非常に僕にとっては勉強になりましたし、で、まあこれゲームって捉えるとあれなんだけど、やっぱ脳トレなんですよね。で、そのやっぱこういうね、なんていうのかな、訓練ですよね、頭を回す、頭を回転させる訓練というか、これはね非常に重要かなと思って、ぜひ皆さんもお勧めしますが、相手を読むね、相手の気持ちになって考えるっていうことは、まあ、これゲームにおいても実は大事で、で、AI もね、戦うんだけど、AI がなぜ弱いかってとこに、まだまだ AI にはできない部分があって、まあ、特にこのゲームに関してはですけど、もちろんこのゲームに、世界最先端のね、AI が導入されれば、もしかしたら僕は勝てないかもしれないんだけど、でもまあ、その辺にヒントがあるのかなとも思っていますね。はい、続いていきましょう。こちらですね。はい、43の登録完了。はい、ニュースもありますし、はい、Facebook ページの上半期とか、8月はですね、上半期ランキングということで、3つありましたから、この辺のものとか、あと Google マイビジネスの話とかね、LINE オープンチャット、はい、いろいろね、レビューの話とかしましたけど、この辺はあまりね、いいねもらってない感じになっていますね。はい、ということでですね、まだまだありますが、ぜひね、皆さん振り返っていただきたいのは、これね、今回ね、8月分に関して言ってね、こうざーっと見てみてお分かりのように、ほとんどが僕のブログ記事で、ブログ記事ぐらいしかないんですね。で、なかなか僕もですね、こう、シェアしきれてないんだけど、まあ、一つにシェアしきれてない理由に、カテゴライズされちゃったんですよ。例えば、キャッシュレスについてこれとか、Facebook でそれみたいな形で、それぞれですね、もう専用の記事があって、そこのところに追記していってるので、だからそうじゃないものっていうと、誰々さん結婚しましたとかね、そんなものにもなってるので、ほとんどですね、そっち側の方に書いてるので、まあ、Facebook ページを見てもらうのはありがたいんだけど、Facebook ページには全部、僕のニュースとかノウハウっていうのはね、シェアされてませんので、ぜひですね、変わることって記事に全部書いてますから、そちらもね、チェックしていただければと思います。はい、今日は Facebook ページのいいね数ランキングを発表いたしました。8月分ですね。インスパイアの方でした。ありがとうございました。
バイバイ。